こんにちは、フィーフィーです。中国の借金付けになって、最近デフォルトしたスリランカが債務再編の協力を日本に依頼したことが分かりました。これ普通、スリランカの最大の債権国である中国にお願いするのが筋なんですけど、スリランカは日本を選んだんですね。これ中国にしてみたらメンツ丸つぶれです。 これそんな依頼を日本は受けるべきじゃないなんていう人もいるんですけれども実はこれちゃんんと大きなメリットもあるんですよねスリランカの大統領はスリランカは主要再建国を誰かに調整してもらう必要があってそれを我々は日本に依頼すると話していて債務再編に関する協議の主導を日本にお願いする考えを示したんですね。 スリランカは紅茶や観光なんかが外貨獲得の主な産業なんですけどただ石油や天然ガスの資源もあるようなんですね。えその場合日本はそういった資源を安い価格で優先的に購入できるようにしてもらうとか、まあ、そういった大きなメリットも期待できるわけです。 つまり条件次第なんですねえもちろん中国とは違って日本のこれまでのやり方というのは一方的に現地の資源を搾取するのではなくてウィンウィンの関係を築いて相手国へ技術を教えたり仕事を作ってあげたりと、まあ、こうした支援も行っていくと思われるんですねこれが後々必ず日本のためになるはずなんです先進国の責任としても、まあ、こうした 協力関係を築いていくことは日本にとってすごく重要なんです。また今後も日本はアジアを引っ張っていくリーダーシップを求められています。ここで中国の影響力の拡大を許してはいけないんですね。こうしたことも考えると日本がスリランカの債務再編に協力することは対中戦略の一環であるとも考えられます。スリランカの二国間債務の総額ですが 約六十二億ドルにもなると言われていますでその主な再建国が中国や日本え、そしてインドなんですねえ、中国とインドは常に対立していて軍事的にもたびたび国境付近で衝突していることもあってスリランカはここでインドに債務再編をお願いするのはあえて避けたんだと考えられます えつい最近も中国の調査船がえスリランカ南部の港に入港したとき、インド側がこの中国の船をスパイ船だと批判してスリランカに船を入港させるなと圧力をかけたばかりでした。 これ中国とインドはスリランカへの影響力をお互いに拡大しようと対立しているんですよねだから先ほども言ったように今回スリランカは中国でもインドでもなくこの2つの国を下手に刺激しないためにも同じくスリランカの債権国である日本に債務再編の協力を依頼しようとしているんです、まあ、ただこれはあくまでも建前上の理由なんです 本当はこれは米中対立が激しくなっていく中でのスリランカの脱中国の一環でもあるんですよね。 ただ中国を捨てて日本を選んだわけですから、まあ、中国からすれば中国はスリランカの最大の再建国なので、これは屈辱なんですね。そして中国に自国が支配されていくことの怖さをスリランカはわかっているので、まあ、いかに中国依存から脱却しながら経済危機を乗り越えて国を立て直していくかを今模索しているわけです。 まあ、スリランカとは背景が違うんですけど、こうして脱中国の動きを推し進めている国は最近増えてきているんですね。この前もバルト三国が中国から距離を置き始めたという報道がありました。ラトビア、エストニア、そしてリトアニアの三カ国が習近平主席が推し進めてきた一帯一路から脱退すると表明したんです。中国にとってはきついんですよね。 中国が主導するこの一帯一路という巨大な経済圏構想に中国は相当な投資をしていますラトビアの外務省は声明で外交と通商政策の優先順位を考えた上で判断したと説明していますまた中国がルールに基づく国際秩序や人権を守らない点も脱退の理由として挙げているんですね つまりこれは経済と安全保障を考えた上で今後は中国側ではなく西側を選んだよということなんです。あとエストニアの外相は中国はウクライナに対するロシアの戦争を明確な言葉で非難していないとこう中国を批判しています。まあこれも確かにそうなんですけど 実際のところは、金の切れ目が円の切れ目というやつでしょうね。正直、政治的なイデオロギーが違おうが、まあ、そんなのは昔から分かりきっていたことなんです。ただもう、中国には前みたいにばらまくお金も残っていないし、今後もっと西側からの制裁で外貨を稼ぐことが難しくなるので、大盤振る舞いできないこと、世界は知っているんですよね。 だから関係を見直す動きに出ているわけです。あと、ロシアのウクライナ侵攻を見てもわかると思いますが、世界秩序を守らないような国が力を持つことは恐ろしいことなんです。バルト三国は中国のような国が影響力を拡大することに警戒し始めたようなんです。あと、リトアニアはもっと大胆に脱中国の動きを見せました。 去年、リトアニアは中国を無視して、外交関係のない台湾の窓口機関となる大使館のような機関をリトアニアの首都において、さらには今月、政府高官を台湾に派遣しています。もちろんこうした動きに中国は怒って制裁すると、いつもの調子なんですが、今後他の国々もバルト三国の動きに続いて中国との関係を見直すでしょうね。 そして脱中国といえば最近日本のマツダが脱中国を表明しました8月12日マツダが中国経由などで調達する部品への依存度を引き下げるための検討を始めたと発表したんですこれ上海などのロックダウンによるサプライチェーンの混乱が大きな原因のようです たびたび上海がコロナ対策としてロックダウンされることでマツダの生産体制に悪影響が出ているんですねえつまり安定的な生産を支える体制を作っていくためにマツダはこの習近平主席が主導している厳しすぎるゼロコロナ政策も企業にとってはチャイナリスクなんですね このネットニュースのコメント欄には「マツダの決断を尊重します」「応援します」「協力します」なんてメッセージが多く書き込まれていました、まあ、確かに工場を移したり生産拠点を変えていくことは簡単ではないんですねそれまで膨大な投資をしているのですぐに変えられるものではありません ただ、例えば中国で製造・生産ラインの中には強制労働と関連しているものもあるのでこれが今問題になっていますアメリカやイギリスの企業は中国の人権問題を理由に積極的に脱中国を進めています8月18日にも国連人権理事会が中国の新疆ウイグル自治区で少数民族のウイグルの人々が強制労働をさせられていると 結論付けた報告書を公表しています。過剰な監視や移動の自由の制限など、中国で行われていることは人道に反する犯罪で奴隷状態に相当する可能性がある、さらなる分析が必要だと、こう報告書には書かれているんですね。これを世界は無視することができません。 これまで中国は安く大量生産をすることを売りに世界の企業の工場を誘致してそしてボロ儲けをして経済大国にまで乗し上がったんです。ただそれはこうした強制労働が行われているという背景もあるんですよね。まあ、これをやめさせることで中国の経済に大きな影響が出るでしょう。もちろん西側の企業にとっても儲けが減るので痛いとは思うんですが 中国の成長を抑えるためにもそして人権の観点からも中国の強制労働をやめさまあこれまでちらほら国連の人権理事会の幹部が中国から裏金をもらっていたことも暴露されていますがこれももう賄賂をもらうことがなければ国連もしっかりと中国の人権侵害を追及するように動いてくれるのではないでしょうか。 あと最後に IPEF といったアジアの経済の枠組みもこれ日米がが主導して話が進んでいます。こちらもいわゆる中国の包囲網と言われていて中国を世界経済から孤立させるための一種の対中戦略でもあるんですよね。 ま、企業はすぐに脱中国をするのは難しいですが、脱中国を着々と進めている中で、こうした中国抜きの経済の枠組みを、日米が推し進めて構築していくことが大事なんですね。ここでどれだけ日本がリーダーシップを取っていけるのか、実は多くの国が期待をしているんです。日本はその期待に応えて、しっかりと進んでいってほしいと思います。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします